ロバート・グロステスト、ロバート・グロステスト、ロバート・グロステスタ、1175年から1253年10月9日は、イングランド出身の神学者、科学者で司教。オックスフォード大学における科学的思考スタイルの基礎を築き、ロジャー・ベーコンらに大きな影響を与えた。イギリスの学問的伝統の基礎を築いた、A.G. クロンビーと言われる。グロステストは、 サフォーク近郊で生まれた、グロステストが受けた教育内容に関しては、直接的な証拠は、わずかしか残っていない。どうやら、ヘレフォードの司教ののツテアからの勧めもあって、1190年代は、ヘレフォードの地で、リベラルアーツの訓練を受けたようである。かなり確かなことといえば、1192年までに、グロステストが、 マスターになっていたことであるが、これとて、マスターというのが何らかの専門コースを完了したことを意味するのかどうかはっきりしない。ヘレフォード司教でベレの下での職を求めたようだが、司教は死んでしまい、一旦は、グロステストに関しては、歴史的記述、記録が一切なくなる。その後、13世紀初頭になって、再び記述が現れ、それは、 ヘレフォードの訴訟代理人としてのものであるが、そこでは、具体的な住所や学問を続けていたのかどうかについては不明である。1225年まで、リンカン教区のアボツリーの下で女祭の仕事、教会関係の仕事をする代わりにお金をもらい、生計を立てた。この時期のグロステストの学問、学業に関しては、二つの説があり、一つは、オックスフォード大で進学を教え始めた。 とする説であるが、もう一つは、近年の説で、上記の教会関係の仕事で得たお金で、フランスのパリで進学の勉強をした、というものである。当時のヨーロッパ最高の学府は、パリ大学であった。オックスフォード2224年に設立された、フランシスコ会の修道院のメンバーらに対して、進学を教える講師の役もしていたようであるが、ともあれ、 グロステストが1229から30年には、オックスフォード大で教鞭を取っていたということに関する確かな証拠があり、1235年までこの職に、ついていた。1224年頃、オックスフォード大学の総長となった、とするような説明もあるが、これは13世紀末に作られた逸話で、本当は、マジスタースコレリアムになった、という話で、つまり、 学生総代になったということのようである。グロステストは、ラテン語聖書の専門家として、大学進学のカリキュラムに沿って、フランシスコ会会員らに対するトレーニングを行ったのであり、詩編、パウロ書簡、創世記を教えた。また、イザヤ書、ダニエル書、シラ書も教えた可能性がある。フランシスコ会会員のロジャー・ベーコンは、 グロステストの弟子の中で最も有名な人物であり、ベーコンは、グロステストのおかげで、科学的方法に興味を持つことになったという。やがて、グロステストは、チェスター、ノーザンプトン、ライチェスター死教座の助祭職に就いた。1232年、大病を患った後で、リンカーンの司教座聖堂三次会以外の生殖録を、すべて辞退し、乾燥生活に入ることを決意した。 しかし、教会が彼を必要としたため1235年に林間の司教に任命された。司教として彼が取り組んだのは、自らの司教区における聖職者の風紀刷新と改革であった。ありがちなことだが、この改革運動は様々な論議を呼び、司教区内の巡察をめぐって、自らの司教座制度を参事会委員たちとも揉めることになった。 1239年から1245年にかけてグロステストの改革運動は大きな論議となり時には支持者たちの間でもグロステストのやりすぎを懸念する声が出ていたがグロステストは1245年にリオにいた教皇の支持を取り付けることに成功した。教会政治の分野においてグロステストは改革派であり司教団の自立性を重んじていた。 やがて改革の熱意は、イングランド宮廷における聖職者の位置づけという、問題に関わっていくことになり、ヘンリー三世から失跡を受けることになる。この問題は継承者、エドワード一世の時代に、国家よりの判定が下されて決着することになる。グロステストが、ヒエラルキー理論へかけた情熱は、王と三次会との協調を目指したことで明かしされている。グロステストは王に対しては、 司教の特権を主張し、三次会に対しては、ローマ教皇の意図を無視できないことを主張した。この時代から、地域の教会とローマとの関係が論議を呼ぶことになってゆく。1238年、グロステストは王に対して、施設を殺害しようとした容疑で投獄されていた、オックスフォードの聖職者の解放を求めた。グロステストは、教皇と王の狭間にあって粘り強く活動を続け、 大司教、エドマンドリッチの没後は、王政庁、キューリア・レイジスにおいて、聖職者会議の代表を務めている。1244年には、補助金問題討議のための委員会に任命され、補助金問題を却下して、貴族と聖職者の利患を狙った王の政策を挫折させた。しかし、このイングランドにおける聖職者団の自立への動きは、 すぐに教皇と王の共同行動へ繋がった。1250年以降、グロステストはインドケンティウス4世が、神聖ローマ帝国との争いのためにようになる経費を稼ぎ出すために打ち出した政策を公然と批判。実際に、ローマに赴いて、教皇と数奇教団に直訴するまでになった。結局、これも、こをそうしなかったが、数奇教たちは、 グロステストの影響力の大きさを恐れた。この失敗によって、グロステストは、司教の辞任も考えたが、気を取り直して、運動を続けることを決意した。やがて1251年には、教皇が聖職者たちに対して、十字軍派遣のため10分の一税を王に差し出すようにという命令を出したことに、抗議、イングランドの聖職者の助任権がローマに握られている。 ことの問題点を人々に訴えた。自らの主教区が教皇の追いに異常されるという決定がなされると、グロステストは教皇ではなく教皇の古文団に対して拒否と忠告の手紙を書き送った。グロステストはフランシスコ会の仲間たちを通してシモンド・モンホールの知記を得た。モンホール博はグロステストの政治に関するパンフレットを読んでいたため、グロステストに共感し、 教会改革への協力を申し出た。1239年以降、二人の遊戯は続き、王と博の和解において、仲介の労を取っている。だが、モンフォール博の政治思想が、グロステストの生前に固まっていたことや、グロステスト自身が、一般政治に関わろうとしていたというのは考えにくい。グロステストは、ヘンリー三世の失勢と無切相な教皇との協調が、 イングランドの聖職者の堕落と写真を招いたと考えていたため、グロステストを御検論者というのには少し無理がある。グロステストは1253年10月9日に死去した。すでに70から80代という高齢であった。彼は死去になった時にはすでに高齢で十分な名声を得ていた。グロステストは、教会政治家としても、学者としても熱意に燃えた一流の人物であったが、 後世の歴史家たちは、グロステストの政治家として側面ばかり強調して、学問的な業績は軽視する傾向にある。グロステストは、間違いなく、イングランドにおける、最初の近代的な思想家、科学者であり、ロジャー・ベーコンの先進性を生み出す土壌となったと、言えよう。また、オックスフォード大学とイギリスの学術界の地位は、グロステストによって高められ、 現代にまで脈々とその伝統を受け継いでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。